モイセイウリツキーモイセイソロモノビチウリツキー1918年8月30日はソ連共産党の活動家。ペトログラードチェイカー議長、ユダヤ人、労農赤軍情報局長、セミオンウリツキーは、老いにあたる。ウクライナのチェルカー水で商人の家庭に生まれる。幼少の時に父を亡くし、母の影響でタルムードを習った。姉の影響で、 ロシア文学に興味を持ち、中学校に入った。中学校では革命サークルに入り、ユダヤ人虐殺に反対する時計団に加わった。1893年、キエフ大学法学部に入り、ロシア社会民主労働党キエフ支部の指導者の一人となった。1897年、大学卒業後、軍に入隊したが、数日後には社会民主党員として逮捕された。 ロシア社会民主労働党第2回大会後、メンシェビキに属した。1905年、ペテルブルクとクラスノヤルスクで革命活動を行ったが、間もなく逮捕された。1906年、国外に追放され、ドイツとデンマークで暮らし、ゲオレディ・プレハーノフの個人秘書となった。1912年、ウィーンでの会議で、ロシア社会民主労働党組織委員会委員に、 選出された。第一次世界大戦勃発とともに国際主義の立場を取り出版分野でレフトロツキーと協力した。1917年の2月革命後、ペトログラードに戻り地区連合派の指導者の一人となった。同時に第6回大会でボリシェビキ党に入党し中央委員会委員となった。放棄指導センター軍事革命党党員として ペトログラード軍事革命委員会に入り、10月革命に参加した。左派共産主義者の観点から、ブレストは平条約の締結に反対したが、当機に従わざるを得なかった。1918年3月、ペトログラードチェーカー議長となり、赤色テロを実行した。同年8月30日、友人の士官を、 ペトログラードチェーカーに処刑されたことに奮劇した士官候補生で詩人のレオニードカンレギセルにより暗殺。同日にはレーニンが社会革命党員ファニア・カプランに銃撃されて重傷を負っている。ウリツキーの暗殺後、赤色テロはますます強化された。暗殺犯のカンレギセルは同年10月に処刑されている。ウリツキーの終焉の地となったペトログラードの東急広場は 死後の1918年から1944年まで、売地つきひと呼ばれていた。ありがとうございます。